ようみなさんこんにちは、なかりんすでーす。声が先駆けみたいな声になってる。そうだね。なんでこうなってるんですかね。昨日死ぬほど喋ってたじゃん。昨日はエンドレス YouTube だった。だいたい YouTube って45分ぐらい撮るんだ。昨日は1日中喋ってたから、かける24分ぐらい撮ったぐらいのレベルで喋ったから声が出なくなっちゃった。やばくない？ちょっとやばいね。私だけアフレコしてあげる、口だけ喋ってくれる。こんにちは、なかりんすでーす。今日は声が枯れてるので、れいちゃんが声を代わりにやってくれています。イエーイ。今日は家族みんなで岡山に来ているので、出かけてみたいと思います。やばいね。よし頑張ろう。朝ごはんを食べに行くぞ。私、アリエル。あ、これ治ってるな、少し。ちょっと治ったよ。朝ごはんを食べたら治りました。タコはさ、私の声を変わらないで。今日は何するの？今日はどこにいますか？今倉敷です。倉敷とは岡山県の天神みたいなとこです。そうじゃない？福岡の天神ってこと？福岡だから東京の渋谷みたいな感じでしょ。福岡県の天神、岡山県の倉敷、長崎県の長崎じゃない？長崎ね。くそ、長崎県長崎市め。うちらは長崎市になんか住んだことない。長崎ってさ、坂とか多いんですよねとか言われるじゃん。自転車乗れないんですかとかさ。いや、市内だけの話だからって思わん。坂、平地、坂なんかねえよっていうね。長崎って言うとさ、もうそのイメージが強いよね。そうだね、市内と縁ないよね、あんまりね。私ない、あんま行ったことない。佐世保の方が近いじゃん。うん、そうだから佐世保はたまに行くけど。トップバッターどこ行く？え、だってさ、デニムじゃん。小島ジーンズ。びっくりした、ペットショップの小島だと思った。小島ジーンズって。あ、そういうこと。だからちょっとそこに行ってデニムの勉強をしたいと思います。今からメイクをしたいと思います。私のポーチは2段重ねのお弁当箱みたいになっており、メイクポーチの中はこういう感じで収まっておりました。ご覧ください。こちらがお気に入りです。ハウスラブス、これレディーガガさんのブランドですね。こちらこういう感じのオレンジのゴールドになっております。あとですね、こちらモブっていうナチュ系のローズサンゼルスって買ったんです。こちらパレットを自分で作れるやつですね。肌のこちらの方はですね、私はこちらのスック先生を使っております。今私田中みな実みたいになってる。あー、確かに。スックファンデーションの115、これ使ってます。これ本当にもう撮影の時とかもすごい使ってて、私も持って行ってます。うん。で、このスックのトリートメントセラムプライマー、こちらは化粧下地です。こちらとこちらやっぱりね、こうやって使うとすごく私はいいと思っております。だけど最近こちらも好きです。これもロサンゼルスで買いました。これマットになるの。あのマットさんじゃないよ。すごい油が浮いてこない。だから私はすごくオイリー肌なので、こちらはすごく合っているっていう感じでございます。だからちょっと今日はスックじゃなくてこちらのマットさんになるやつ。昨日ね、夜油がすごい2人とも浮いてたから、油取り紙で対決したの。どっちが油いっぱい取れるかって言ったら、本当だよママ、これぐらいの大きさの油取り紙。私はこんぐらい、結構もう端っこにちょっとしか隙間がないぐらい油が取れて、取れて。私はもう全部色が変わるぐらいの、しかももう浮き出て、それがね、2枚半取れたんです。それでもまだ出てた。出てた、出てました。そりゃニキビ出るよね。かなえさん曰く、私は竹文さん譲りみたいです。肌質は本当にパパに似てるよね。だけど私は兄弟の中で一番日本人っぽい肌の色じゃない。まあ、レイちゃんはすごい白いじゃん。マリアちゃんはやっぱ色素薄いじゃん、どっちかというと。でも私は本当に日本人の肌だよね。すっごい日本のブランド。確かにシミないもんね。ねえ、みんな見て、シミないでしょ。それだけが誇りなんだから。どう？今日の私の肌の調子。声以外調子いい。あー、タコおばさんめ、アリエルの私から声を奪うとは。くっそー、エリックも振り向かせられないぜ。エリック、私のこと好き？私のエリック王子はどこかしら？東京にお留守番かしら、エリック王子。さっき電話したら多分寝てた。深谷くんの今日お弁当してくれて、多分あの二度寝して、多分それを私が叩き起こしたみたいな電話で、ねえパパ声が出ないって言って病院行きな、大丈夫。あのこれはシェーディングですね。これも田中みな実先生です。シェーディングをした方が小顔効果、あとここのノーズシャドウみたいな、この目のところを立体的に見せると顔がシュッて見えるみたいです。ちっちゃく見えるね。
嘘。はい。そしてこちらニックスのフィニッシングパウダーみたいなやつですね。こちら結構いいです。でもこっちのスックさんはですね、ご覧ください、こんな状態になってるの、みんな見て。本当はね、ちゃんとここにクッションが置いてあるんだけど、するの忘れててこうなっちゃった。だからこれでちょっとちょんちょんって、でここで蓋の方でこうやってなじませます。こうです、ご覧ください、ほらほら、私のテカリが急にマットでしょ、ほらいい感じ。うん、田中みな実、肌めっちゃ綺麗だな、今日調子いいよ。調子いい今日、うん、声は調子悪い。やっぱり何かがいいと何かを取られるのね。バイプリンセス。プリンセスになるのはそんな簡単じゃないの。あ、でもさ、レイちゃん、プリンセスになるのは簡単じゃないよってさ、私のさストーリーズあげたじゃん。うん。それをあげたね直後にね、田中みな実さんからご指摘が入りました。英語があれ違います。田中みな実さん、あの帰国子女なんで、ね、あの英語完璧なので。完璧。田中みな実さんから LINE がこの間来たんですね。へえ。皆さんご覧ください、三角です。次にこちらの拡大写真が送られてきたんですね。そして正しいことは、プリンセスでいるのも楽じゃないのよ、おかえりプリンセスっていうラインが来ました。うう、私がアメリカから帰ってきて、おかえりプリンセス。勉強になります。田中みな実さん、ありがとうございます。英語もできてさ、あんだけ可愛くてさ、あんだけさ肌も綺麗だしさ、完璧じゃん。でもまあそれも簡単じゃないのよってことよね。ってことですね。そういうメッセージが込められてたんじゃないかなっていう。田中みな実でいるのも簡単じゃないのよっていうことなんじゃないでしょうか。最近ですね、田中みな実先生にこれは教えていただいたんですけども、あのこのブランドじゃないですよ、リップペンシルをこうやって縁取ってやるっつって、リップの輪郭をちゃんと出す、先生から教わったことです。私これ、ほらあの人見た、 YouTube、 アレ様、何、アレ様、アレ様、アレ様を崇拝してるから嬉しいわ。そしてこちらの同じ色味みたいなやつでこうやって塗ります。中身を埋めていく、こうやって、ほら輪郭がはっきり、ほらもう唇だけ浮き出てるもん、私どうしよう。ちょっとアレ様になってるもん、口だけ。うん、アレ様だから、私。そしてこちらアレン様とお揃いの香水です。これはアレン様にいつか会いたい。そしてご利益を得たい。あ、これちなみにハイライターですね。こうやって、私アレン様になりたいから、やっぱりこちらのね、顎、はい。ということでレンタカーを借りてですね、レイちゃんの運転で小島のジーンズ街みたいなところにやってきました。ジーンズの有名なところに来るから張り切って、 RE ドットの私の誕生日に発売するデニムジャケットを今着ております。マウント取ってきてるよ。RE ドットだって負けてないんだからねっていう、この声で言ったらすごいもう負ける気満々ですけども、可愛くない、これ。初おろししました。持って赤の髪でピンクの帽子をかぶって、そしてこのニューヨークで買った蝶々がいっぱいねステッチされてる、キャピタルっていう日本のブランドで、すげー高かったの、多分17万ぐらいした。ジーンズの街に行くから張り切って、今日は全身ジーンズコーデにしてきたので楽しみたいと思います。すごい、デニムの自動販売機がある。やば、歯切れとかある。ランチョンマット48センチか28センチって書いてあります。こちらとマスクとヘッドボトルホルダーと巾着と、すごいね、見て。到着しました、こちらです。すごいね、全部デニム屋さんなの、うん、ここからデニムストリートが始まるみたいです。ストリート、ストリート、ほらビッグじゃん、昔から昔から古いジーンズ屋さん、ジーンズ屋さん結構歴史あるとこ、行ってみよう。すごい良かった、めっちゃ可愛かった。あなた買いそうになってたじゃない。すごいやばいな、超老舗だったよね、うん、レイちゃん来たことあるんだろ。あるあるある、すごい、多分日本のデニムブランド初なんだよ。ここがもう一番古いブランド。すごい、ちょっとデニムのこと詳しいじゃん、私に教えてよ。だって卒論デニムにしたもん。すごい、レイちゃん卒論とか書いてる。何それ、私高卒だかわかんないやば。結構閉まってるとこ多いね。すごい、いっぱいある。ここです、現在地。ほらほら、何、桃太郎ジーンズ。桃太郎ジーンズ、岡山といえば桃太郎ですもんね。見て、ジーンズ履いてる、あの見て、桃太郎。ほんとだ、やばくない。お洗濯物、デニムを干してやる。いいね、しかもさ今日めっちゃ天気いいから超映えじゃん。天気いいから映え。待って、あれトイレらしいよ、 WC って書いてある。あ、そうだ、映えだよ、かわいい。
ジーンズストリート。かなえさんがすごい買ってます、大量に。出してる出してる、横からもうデンジャーじゃん完全に。これは竹海さんが買いました。うちの竹海さんはポイントカードがすごく大好きなんですね。これがでもすごいみたい、蜂の巣みたいに。ここに本当にね、さっきね出てみたんだけど、カードがちゃんと入んの。結構入るよねこれ、うん、何枚入る。で裏にも入る。すごい、2900円、安い。かなえさんはパパにいつも、もうね、携帯を首からぶら下げとけって言われるから。かわいい。携帯をよくなくしたり忘れたりするんで。しかもね、前ね、私ママが長崎のご飯屋さんに携帯を忘れたらしく、あの多分お母様が携帯を店に忘れてるんで、伝えてもらっていいですかみたいな感じでDM で来たからね、もうご親切に本当にありがとうございます。ベティスミスに着きました。かわいくない？めっちゃかわいい。日本一古いジーンズ工場。本当だ。あ、見て見て、私たちの大好きなカタカナが書いてる。アウトレットショップ、ご覧ください。コットンの花です。これが綿花っていうやつですね。綿の元。これがパチッと弾けて綿花が出てくる。すごいね。コットン100ってこういう感じ。そう、これを紡いで糸になります。大好きなカタカナの方に行きましょう。あ、すごい。こんなしてデニム作ってるんだ。すごいね。レンガデニムだからかわいい。かわいい。アウトレット、これはですね、ノベルティでついてきたわけじゃないよ。ちゃんと買ったんだからね。これはキツネさんへのお土産です。いろいろ買ったよ。これ見て、トカゲくんの体操服入れ。あとはこういうさ、ポーチたち見て、いっぱいあったの。かわいいでしょ。こういうさ、ちっちゃいコインケースとかが一番使わない。あとこれはトカゲくんにお土産、ペンケース。あー、宿題しろよって。2つも買ってる、ペンケース。え、なんで？あ、これは私ポーチだ。ごめん、自分で買ってたの忘れてた。総額ゆきちが一人飛びました。ということで、今から岡山駅に急いで行かないと電車に間に合わない。急にタイムスリップしました。もう空港です。新幹線で帰るから、パパとママそれまで送って空港にも着きました。はぁ、いや、マジちょっとしか観光してないわ。でもよかったね。まあ楽しかったですよ。今から東京にお土産を爆買いして帰りたいと思います。桃太郎といえば、桃太郎饅頭じゃないの？え、きび団子でしょ。あ、それそれそれ。待って、桃太郎饅頭だって。怒られるよ。私が教えてあげるから、買って帰りましょう。食べたい。はい、はい、帰りましょう。ただいま。やばいね、これ。やばいでしょ？あんまり喋んない方がいい。あの、お土産があるんです。俺に？はい。やった。ベティスミスっていうところで買った、この袋。え？買ったのそれ。これ、ついてくるやつ。ついてくるやつじゃなくて。ちゃんとこれ800円しましたから。ありがとうございます。どっか行くときとかにこういうさ、袋にさ、パンツとか入れるじゃん。俺は入れないんだけど、入れてくれるやつ。そう、入れてくれるやつ、それ打ちっぱなしの着替えを入れとくから。そうそう、で、これ濡れてもまた洗えるでしょ。そう、いいの、これもらい物だもんね。違うよ、もらい物じゃない。本当に800円で売ってた、はい、紙袋どうしますかって言われたんだけど、これに入れますかっておばちゃんが言ったの。だから、あー、それでいいですって。お土産だけど、いいや別にと思って。もう中古ってことだ。中古もこれ中古。あと空港で、うわー、きびだんご。私一番好きなの、ここのきびだんご。それを3つ、きなこ味とツナ味。泊まったホテルがノベルティみたいなのでね、倉敷ハンプっていうなんか布みたいなのがあって、それのポーチとかそういうのがあったから、これも買ってきました。え、俺にいる？ポーチとか使う？使わないっちゃ使わないでしょ、だから使うときは使って。ありがとう。あ、俺に買ってきてくれたんだったら使うよ。違うんでしょ。違うな、これっていうやつと、普通にこれはエレバコンサート怖いね。なんかいろんな、結構ね、意外と派手なやつがいっぱいあって、これも買いました。こういう感じでございます。岡山すごい楽しかったです。パパとママもデニムを見てなんか楽しそうに写真撮ってます。親孝行で。そうですね。お留守番ありがとうございました。いえ、全然。あの、トカゲくんの弁当とかありがとう。あれは全然。で、私が朝さ、電話した時さ、絶対寝てたでしょ。パン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 。絶対寝てたでしょ。二度寝してたでしょ。いつもさ、2コールぐらいで出るじゃん、パパ、うん。結構何コールしても出なくて、やっと出たからさ。あ、ほんと？気づいたら寝てました。でもさ、ちゃんと起きるとこがすごいよね。はい、起きます。
今日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだない方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いしますということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。中里依紗でした。下がりです。